パターンの時の距離の合わせ方、意識されてることを教えてください。振り幅もですけど、イメージしてるのはあの、じゃあ多分こうでも合わせやすい。私はやっぱりこう振り幅で何ヤードって知ってたんですけど。カッチとかが完璧やもん。芝シーサイドカントリークラブ4番ホール、パー4の397ヤードです。今後半戦ですね、山上さんと名本さんと回ってます。お願いします。正面から撮ります。見たい人もいるんではないでしょうか。正面からです、ね、ちょっとこれはぶっ飛ばしたくなる景色。後半で一番難しいらしいよ。さっき飛んどったよね。飛んだ。会話になってないよ。もうハンデが ハンデが一番。いや、岩上さんがここ一番難しいホールです。え、ここが冬は特にアゲンストと。ああ、距離が長いから。距離が長いから、あんまそういうの言うと振るんで。よし。ちょっとドローでしっかり。大玉。よいしょ。よいしょ。ど真ん中です。ちょっとT高すぎて上に当たったね。でも、いいんじゃない？わー、引っ掛けた。あー、捕まる。ラフです。権利なしです。ドラコンじゃない。ドラコンじゃない。うわー、完璧。めちゃくちゃ飛んだこれ。綺麗。ナイスショー。おはようございます。うわ、今日一夜ですね。やっぱ打ち上げはティー高めなの。ちょっとそうですね。球の高さが1日回っててすごいもん。高いのと低いのの差が打ち分けてる。今高かったもん球。では質問いきます。お願いします。フォロースルーで左足がめくれてバランスを崩してしまいます。原因や対処法について教えてください。ああ、自分も左足動きやすいんですよ。俺もめっちゃ動くよ。左足がめくれやすい。多分つま先の話なんですかね、はい、こう2個足あって、はい、回したらこっちがこうめくれる。かかとの方に、はい、めくれます。アドレスの重心とかかね。かかと重心になったのかもしれない。あ、そうですよね。かかと重心いけるんですよ。かかとターン。僕はつま先、目の重心なんで。あ、アドレスの結果ですか。はい。おー、で、ダウンスイングもちょっとつま先の方に行くんですか。はい、はいはいはい、俺もどっちかというと、よろけるときは前つま先側によろける。こっちは俺、後ろ。そう、登録は完全にそうね、うん、かかとやもん。あ、じゃあもうアドレスでちょっと違うの。俺こうやって起き上がり、そうそうそう、やけん起き上がりミスもない。アドレスってつま先体重にちょっとしてみたらいいかもしれないです、うんうん、かかと体重になってる。後ろに重心がきついてる。 お尻がこう落ちる。あ、こうお尻が落ちるって、ビューンって、うん、この後かかとに体重になりやすいから、うん、お尻の穴をケツ落としたらいいかも。あれ、ね、何を見せられてんの。うわ、すごいけど権利なしです。ドラゴンコンペじゃないフェアウェイ2人。ドラゴンいただきました。やばい、負けたし、ど真ん中。山上さんが飛んで一番ど真ん中で160ヤード、はい、7番でいきます、はい、ちょっと短く持って。おっ、うん、大丈夫。はい、1番で、はい、うおー、うわ、ありがとうございます。完璧、ありがとうございます。これは近そうっす。ナイスです。はい、ありがとうございます。130の打ち上げです。今までだと9番で抑えるんですけど、
今日抑えたらダメな日なんで、パッチングで振り切ります。でかいかな、ちょっと大きいかもしれないですね。方向は完璧やつね。びっくりしたやろ、ね、重なってたよ。入ったかと思った。でかい、距離伸びたかもしれない。パターの時の飛距離の合わせ方、意識されてることを教えてください。あ、タッチはね、距離感やばいもん。首幅もですけど、イメージしてるのはあの高速、中速、低速をイメージしてます。高速、中速、低速、はい、どういう、え、どういうことですか。その打ち出した瞬間、ここ速、あ、出玉のスピード、はいはいはい、ピュンって出すのか、ピュンって出すか、ピュッて出すか、はい、打ち出しのスピードで合わせる、はい、が多分どこでも合わせやすい。だったらこの振り幅でこう合わせるっていうかは、出た時のこう、ここですね、こうピッツァです。それはどうやって調整する。ヘッドスピード上げたりとか、なんか多分、うん、多分何してもいいよ。どういうスピードの球を打とうかとか、はい、うん、で合わせる。だから場所によったらこうヘッドスピード上げる時もあるやろうし、うん、パチンってする時もあるやろうし、とりあえず何でもいいから速い球、遅い球。そうですね、僕も昔はやっぱこう振り幅で何ヤードって知ってたんですけど、グリーンの状態とか、ね、やっぱコンディションでその幅が合わなくたったり、自分がコンディションが良くてその幅がなんか力強く入っちゃったり、パンチが入っちゃったりするんで、それよりかはちょっとここら辺が出玉が速くてだんだん遅くなって低速になっていくっていう風に合わせるようにしてます。なるほど。じゃあ25ヤード、はい、60度でいきます。ストップ。それなんで60度でいったの。絶対55度で打つと思ってた。嘘。左足下がりやったけど、ちょっとこうロフトが立ったりするんかなと。絶対55でフックに入れてくると思ってた。こんだけ足があるからね。そろそろ入れたい。バーディーパット。上がるかな。うおー、来た、うおー、来た。ナイスバーディー。ナイス。またさ、開いたやん。ナイスバーディー。よし、バーディー。うわー、きれいな回転。伸びろ。あー、ちょっと重たい。じゃあ、パーパットいきます。はい。カップ2個。入れる自信は何パーですか。90本。得意です。お、伸びた。強かった。ここで加速してなかった。強かったんよ。それ。なんか自信持って打ってる感じがとても好印象です。バーディー取ってきた。好調。あ、綺麗。外して俺見るのなんだ、チラッと。ナイス、ナイス、ナイスです。うまい。質問いきます。はい、お願いします。テイクバックで右膝が伸びるような形になります。ああ、俺もかも。下半身を固定する方法など教えてください。伸びるのはでもダメってよく言いますよね。ただ、フックバックで伸びる。ビヨン、ああ。上体に引っ張られてるだけやと思うよ。ああ。俺は腹筋に力入れるか、内股にするようにする、足を。フックバックで、こうなる。多分、膝だけが伸びることって絶対ないよ。これ上げようってさ。でもね、こうだ。いや、俺ナット。こうやって。うん、ナット結構悪いとか。いや、ここまではないけど、こう、ちょっと伸びる。いいけど、上に伸びてるじゃん、状態が。この膝はでも、キープしたいってことよね、多分。前傾このままでさ、こうは伸びんじゃん、絶対こう。一緒に多分こうなったはずなの。これってテイクバックどこをなんか意識してる感じですか、足は。なんか股関節に置くとかいう人も。そうですね。こっちしっかり体重が右側に乗るようには
意識してますけど、これ股関節にくって入る感じなんですか。そうですね、股関節にしっかり乗るような、僕はですね、箱って感じ。俺体重度ゼロタイプやん。ゼロこう内股にイメージ、こうやって内股そしたら伸び、めっちゃ内股にしよう。伸びたらなんか煽りそう。そうね、僕も伸びたら、多分そうだと思う。伸びてこのような沈んでとか、だからギッコンバッタンっていうやつ、こう伸びて沈んで、で頭も上下するしみたいな。俺の頭叩きそうですよね。ああそうですね、上から来ると思う。内側で伸びたまんまこう振って軸もずれて頭だけちょろんと叩きそう。膝だけが多分伸びることって少ないと思う。絶対上体に引っ張られてるから、腹筋に力入れてこう上に力が逃げないようにするとか、ヘッドを低くこうテイクバックしに、あと思う。いいと思う。これで上にピューンって上がるから、手が高く上がりすぎようのかもしれないですね。低いとこ低いとこに置いとけば、じゃあ低くヘッドだけ。登録がしとった練習は多分結構いろんな症状に効くと思う。だけいいと思う。では5番ホールパー4の413ヤード、はい、ここどこ狙ったらいいですか。もうね、ここ僕らも嫌ですよ。右の乗り面の奥にプレイング4あるじゃないですか。はい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 、プレイング4あたり、あの辺あたりに落とせたら一番いいです。だからあんまり飛ばない方がなるほどいいかもしれない。ここで今日はちょっとティーが前なんで、飛ぶんだったら左の松越え。松越え、あ、はいはい、左のバンカーの奥にある松越えの方がいい。上げですもんね、うん、右側です。でも右側のあそこ OB なんで。あ、そうですね、あそこ、そう、はい、そうなんですよ、はい。なんでちょっとね、なんか奥のなんか照明みたいなやつ持ちます、ね、ナイターの秒で出てるやつ、うん、はい。ナイスショー、完璧なのかな。完璧です。おー、完璧、ナイスショー、すごい。スプーン、あー、だ飛ぶな。お、多分大丈夫ですね。下かも。お、待って、よかった。だからスプーンなんですかね。右行っても助かる。そうそうそう。だからあんまり飛ばない方が事故にならない。さすがメンバーさんです。クラちゃんです。さすが。考えられてます。はい。膝が伸びんようにね。イメージは低い球。どこに？フェアウェイ右サイド。お願いします。低いは低い。ここに当たってたもん、うん、やりすぎてソールに当たった。多分右膝伸びる練習ばっかりしてた。こうやっちゃった今。直前にやったけさ伸びたよ。ふざけたらダメです。山上さんが言ったまんまや。上に当たりそうですよね。あ、確かに再現してしまった。じゃあ普通さ、打つ前に一回やったやろ、伸びんように低くさ。その後に伸びる動きしたやろ。伸びる動きしたよね。そのせいよ。逆やって普通。あんなミスしたことない。でそこからどうやってパーを取ってくるか見ものです。任せてください。膝が伸びる直前にやるって初めて見た。せっかくいいイメージ作ったのに、こうやって伸びたもんね。リセットもいいとこやったよ。確かに。でも大丈夫だね、あの直前の動きは影響しやすいので、うん、なんか直したいとこがある人は大げさに一回直前にやっとくといいかもしれないです。やっぱ膝が伸びるとちょっとミスを。膝伸びるとやっぱいろんな症状が出るんで、うん、やっぱよろしくないミスが。200？ 笑わない。270ヤード。どういうプラン？5番ウッドでいきます。プランはもう満振り乗せます。ちょっと右膝をちょっとさっきので変なイメージついた。そうそう、直前には正しい動きしないから。おー、左足下がり。おぉ、えぐっ、すごい球が、
惜しい。ナイス。惜しかった。5番ウッドで。ありがとうございます。いい球。シャーってなってる。なし汁かよ。なし汁。5番ウッド最近慣れてきて、めっちゃ使え。簡単そうに打つよね、本当に。うん、球上がるし、ね。今の左足下がりやけちょっと球低くなったけど、めっちゃ簡単。ね、楽そうに打つ。二遊も好きやったけどね、うん、5番ウッドも結構いい、使いやすそう、うん、ステルス2プラス。太郎さんが9アイテンドライバーくれたやん、9アイテンにしたいなと思って。ちょっと揃えたくない、揃えたい。75、5番で、はい、うわ、あ、惜しい、手前、ナイスショ、はい、ありがとうございます。方向完璧です。はい、ほい、125ヤードですね、ピッチングで、はい、押さえず、ちっちゃい振り幅のトリショット。ちょっと手前、はい、気持ちいいアプローチで頑張ります。お願いします。では40ヤード、50ヤードぐらいかな、はい、60度でいきます、はい、ちょっと上げが強いんで、みんな持ってないね、うん、むずい。ギリギリになった、うん、ちょっと刺さり気味よね、うん、最悪なところに来ました。どう最悪？下びっちゃびちゃ、ただ水は浮いてないから動かせないんですよ。びちゃびちゃ、川の後ろがもうすぐ傾斜で、でこうちょっとこう登ってるから砲台になる。52でいきます。52、はい、どういうイメージ？もう奥5メートルぐらいは OK で、はい、傾斜通り使ってちゃっくりだけなる。あー、ちょっと逆目に食われた。うん、惜しい。食われたら、まあでもちゃっくりはしなかったんで、うん、ちゃっくりした。あー、あー、そんなに嫌やな、こういうやつ。後ろ手、はい、あのラインからあの音が鳴る。ナイスアプローチ、はい、よし、まっすぐ強気でこれ入ったら乗る。曲がらんねん。曲がんない、ちょっと右出した。曲がらない。そんなカップ何個？2出す、2出す。うちの内側、うちの内側。切れるな、弱かった。惜しい、あ、惜しい。本人より悔しがるのやめて。悔しいな。何だおじさん。うまっ、綺麗、ナイスです。ゆっくり伸びてきた、うん、すごい。今中速ぐらいですか？中速。はい、ナイス。怖いよね、こういうの。まあでもナイスボギーじゃない、はい、昔ならダボにしてたよ多分。まあそうですね、うん、いや、本当ナムさんのおかげです。笑ってるよ。笑ってる。すごい笑ってる。いや、でも本当にナムさんのおかげです。笑ってるやん。
泣ききれないよ、そこちょっと我慢が出禁やったこらえきれてない、笑いがじゃ質問コーナーいきます。はい。体が開いて右プッシュが出てしまいます。どんな練習方法がいいですか。ちなみに持ち球はドローです。あ、じゃあでもトールくんタイプやな。手が前に出るんやない。開いてるんじゃなくて、体が開いたわけじゃなくて、うん、手が多分前に来てないんやない。あ、手が来すぎてる。だからドロー打ちやけん、インから来て開いて当たるのは当たり前やけんね。うん、なるほど。フェード打ちやったらなんか起き上がっとうとか原因があるけど、あんなまんまプッシュアウトになってる、うんうん、ドローの人だって開いてこないとダメやもん。こうこう出とって、ああいつもこう帰るとこが多分このまま抜ける。でもなんかこの腰の高さってさ、こうテイクバックして、うん、こういう風にこう骨盤がこう行く動き、右に下がる、開きやすいよね多分、うん、肩もさこういったらこういったら開いてしまう。骨盤が下がると、骨盤が、まあ、極端に言ったらこう、こうの骨盤がこうまっすぐ行けば肩もこうなりにくいと思う。うん、まっすぐ、ね、こうなりにくい。骨盤がこういう感じ、ちょっと平行にね、こういう平行に、うん、これがこうなりだしたら下がっちゃうと、うん、こうできたら俺はすごい意識しよる。そしたら振り抜きとか良くなるよ。もしかしたら骨盤一つの意識でこう、うん、いいと思います。6番ホール、はい、パー4の370ヤードです。はい、これは左にドックになりますね。右側に置かれとった方が、右側、はい、右側、はい、あの左の松が真正面に来るとセカンドアウトぐらいです。本当だ、ナイスショー、完璧。いや、ナイスショー、飛んでる。しかもナイスショー、完璧。ここもドローで、はい、ナイスショー。これ本当でもドライブ良くなったね。おります。飛んでる、めちゃくちゃ飛んでる。飛んでるね。ドライバーがもう散らかり倒してたんですね右手の手のひらをフェースの石にすると右手が力が入ってしまいます。あ、山上さんの回を見てから。あ、そうか、山上さんに質問ってことは、うん、右手で意識しちゃうとどうしてもやろうとしてるんですけど、うん、力が入ってしまう。あ、なるほど。こっち出力出しちゃってるんでしょうね、右手で。はあ、ははあ、だから左手が仕事してない状態になっちゃって、左が動いてないだけ、うん、で左の方で出力出すようにして。じゃあ極端にやってしまったってことなんですかね。はいはい、そうやと思います。右手で面を意識するだけで左も振るってことですもんね。左手でも右だけで振ってしまってるこちらね。左で引きつつも右手でコントロールみたいな。ミスミ山上さんですね。ミスミプロプラス山上さんの、ミスミさんと山上さんも合体、もう二人を神とここに宿す。そうそう、こっちミスミさんでこっち山上さんで、これ宿しながらこう、こうフュージョンさせる。ボシュートで、はい、まあ、おお、はい、です。もうフェアウェイど真ん中でした。70ヤード、60度でいきます。はい、これはビタッと止めてバーディーしっかり取りたいね。おお、良さそう。どうだ、止まっとってくれ。ちょっと低かったね。ちょっと根元が見えやったけどね。62ヤード、はい、58度です。宗光くんの内側にお願いします。
綺麗な、うまいな、うわ、うまい、あ、ナイス、すごい緑、中がね、すごいメカブってなってる、へぇ、新芽が出てる、タイガーウッズが言ってたんよ、近くヒール浮かして近くに立ったらダフランゼって、へぇ、ラインが来た、15年やっとね、やっぱうまいね、ゴルフ急に何その持ち上げるやつライン来たら全然拾わなかったもん、拾えよね、うまいねうざい、なんだこれ、あ、仲はいいです、大丈夫です、仲はいいです今本当にこのヒールをなんでアマチュアの人はあんなにこう遠く構えてヒールを落とすんだろう、でもトップもしやすくなるんじゃない、それなりに、そういうわけではない、球をこのしっかり下にソールを当てるって意識はいるやろうけど、でもタイガーも俺をこうやってヒールを浮かして近くに立って手を上げて構えてるよって言ってて、ちゃっくりしなそうだね、まあちゃっくりが減ったね、ナイスバーディー、ありがとうございます、ずーっと伸びてきた、いやータッチも完璧やったすごいね、やっぱタッチとかが完璧やもん、ね、さあバーディーパットいきましょうか、はい、顔さえ上がらんどくば、うまい、きた、よっしゃ、おー、ナイスマジ、マジあれは、嘘やん、まあ一番近いけんね人が自分が入ったら、あー抜ける、うわー、うわー、すごい、ナイスバディ3人バディ、ナイスバディ冬芝アプローチのラフリチョロが治りません、立ってらっしゃるウェッジにも、そうなんです、ウェッジのバンスに、駒上さんのそのウェッジはどういう風、僕はですね、タイトリストのウェッジ使ってるんですか、パー4の300ヤードです、ナイス、すげえ、ありがとうございました、いや、楽しかった、ナイス